いつも獅子塾チャンネルを見ていただきありがとうございます。スタッフの佐藤が案内いたします。今日は事業の集客、社労士が失敗しないウェブでの営業術についてお伝えします。獅子塾は事業コンサルタント、講師、コーチなど先生と呼ばれる方に特化したビジネススクールです。先生と呼ばれる方が高額受注を安定的に獲得する集客ノウハウなどをお伝えしております。動画の最後には2時間のウェブ集客セミナーに無料で招待させていただきます。ぜひそちらもご利用ください。それでは本編スタートです。社労士の登録人数は2022年現在で約4万3000人です。毎年増え続けていることもあり、価格競争に巻き込まれる時代となっています。レッドオーシャンである業界で社労士が今後どのように仕事を取っていけばいいのでしょうか。では独立開業したら真っ先に何をしなければいけないでしょうか。多くの方が開業案内を出す、名刺を作る、事務所案内を作ると考えがちです。しかしそれよりも前に必ずやらなければならないことがあります。それは社労士事務所の特徴を決めることです。社労士事務所は数多くありますが、その中でお客様があなたの事務所を選ぶ理由は何でしょうか。この特徴を決めておかなければ価格競争に巻き込まれてしまいます。例えば障害年金に強い、建設業に強い、助成金ならお任せなどの特徴を出しておくことです。そして次にその事務所の強みや特徴をお客様に伝えていく仕組みを作ることです。お客様に伝えることができて初めて仕事につながります。価値を伝えるために営業することはもちろんですが、ネットでのウェブ集客も効果を発揮しています。ではここからはウェブ集客について見ていきましょう。ここでは社労士がなぜウェブを活用するのかという理由を3つ紹介します。1つ目はウェブを使うことで営業効率を高められるからです。集客をウェブに任せることでお客様を見つけることから契約までの一連の流れを効率化することができます。2つ目はウェブ集客とはお客様を育てる仕組みだからです。初対面のお客様と個別相談をして契約をしている社労士は多いのですが、たとえ営業力があったとしても契約はなかなか難しいと言えます。しかしウェブ集客の仕組みを通じ情報提供することでお客様に価値を伝えることができます。こうした仕組みを作ることで契約までの道のりは比較的簡単になっていきます。3つ目は価格勝負に陥らないためです。ウェブ上でのマーケティングを適切に実施することでブランディングも可能になります。有効なブランディングは特別な存在を演出するため価格勝負に陥らずに済みます。実際に多くの社労士がお客様を得るためにセミナーを開催しています。その理由は仕事内容を分かってもらった上で仕事を依頼すると何が得なのかを知ってもらうためです。先ほどお伝えした個別相談ですが、お客様からすれば勧誘を受けるのではないかという不安があります。その点セミナーは個別相談に比べると参加者が多くいるため営業感が出にくく気軽に参加しやすいというメリットがあります。セミナーで専門家として話をすることでお客様からは先生として移ります。社労士というステータスに先生の権威を上乗せすることでブランディングの相乗効果が期待できるのです。ウェブを通じて人柄や考え方などが伝わることで事前にお客様の不安を取り除くことができます。セミナーに来てもらうまでには関係性ができており、こうすることでこの先生にお願いしたいと思われると価格競争の対象にはなりにくいのです。最後にセルフブランディングと自己アピールの重要性についてです。そもそもセルフブランディングは必要不可欠です。これができなければ多くの社労士のうちの一人になってしまいます。社労士であるあなたにとっての営業とは普段の立ち振る舞い、人と出会った時、問い合わせを受けた時にプロフェッショナルとして適切に立ち回れているかということになります。2つ目は自己アピールの重要性です。おそらくいろいろなところで自己紹介をする機会があるかと思います。まずはこちらをしっかり作り込んでみてはいかがでしょうか。
自己紹介は最初に興味を持ってもらい、仕事内容や選ばれる理由、なぜ社労士になったか、どんな思いで仕事をしているのかということもきちんと伝えましょう。お客様が興味を持つような自己紹介の言葉を準備しておくこと、それが最大のポイントになってきます。いかがでしたか？本動画では事業の集客、社労士が失敗しないウェブでの営業術についてお伝えしました。ウェブを活用することで営業効率を高め、お客様に価値を伝え、価格勝負に陥らないという話でした。また、セミナー講師として登壇することで、営業感なく先生としてのブランディングが確立されるのです。専門家として十分な雰囲気が演出できているかを意識してみましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけると励みになります。集客に役立てていただける動画セミナーにご招待いたします。概要欄の一番上に貼ってあるので、ぜひご利用ください。次回も楽しみにしててくださいね。それではまた。